はい、こんにちは、ケイソーです。はい、どうも、ハネムーンです。さあ、バラトロやっていきましょう。はい、前回グリーンデッキクリアしたんで、はい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 、まあ、順番でいきましょうか。さて、これはわお、フラッシュをプレイせずにラン2勝です。ついに怒られてるじゃん、ね、ゲームからやりすぎだよお前ら、何やってんだと、はい、じゃあ今日は解放しましょうか。フラッシュをプレイせずにランに勝利する、やっぱりやるべきだよな、まあ、多分途中で破ることになるけど。いやいや、何言ってんだよ、約束しろ約束。わかりました、約束します。なるべく打ちません。フラッシュはなるべく打ちませんということで、はい、じゃあ今日はね、はい、グリーンデッキを前回終わらせたブラックデッキ、これですかね、すべてのラウンドでジョーカースロットプラス1ハンドマイナス1ということで、はい、まあ、こちらをやっていきましょう。はい、ジョーカーが多く持てる代わりにハンドが少ないんですね。そうですね。ブラインドスキップは、おお、これいきなり良さそうなジョーカー、またもう来ましたけど、あ、お金が ね、ないんだよね、お金がね、稼ごうか、まずは4円じゃね、ジョーカーか、めちゃくちゃ強い よ、 いいよね、変えたら超強い、変えなかったら悲惨だよ、悲惨だね。ふっふー、あ、でもここでいいのか、次のショップだから、ここでじゃあここスキップは、ちなみに、あ、ね、ここじゃ稼ごう、まあ、はいはいはい、もう次のフォイルジョーカー絶対買おう、絶対買う、何が何でも買う、ね、どうする、はい、フラッシュのやつだったらそれでも買うよな。フラッシュが揃いかけてるね、フラッシュが揃いかけてる。フラッシュが揃いかけてるね。いや、まあ、でもね、もうそうね、フラッシュフルハウスで、フルハウスでいきましょう、いきましょう。あ、いいじゃないですか、ほら味方してるよ、確かに、まあ、でも一撃じゃないか、450は、いや、そうだね、一撃ではないから、はい、はい、まあ一発、うーん、ジャックが来れば美しいね。ジャックグルかな、1枚痩せちゃったんだね。12、いやでも5もない必要か、いや、ジャックか。いや、ジャック来るでしょ、はい、引けよ、引くんだから、10、11、12、13、1、来ました、すばら、これは流れが来てます。はい、まあ、ハンド1残したんで1円もらえて、で4円もらえて、合計9円かな、はい、まあジョーカー買えるとは思います。9円あったらジョーカー買えるでしょう。来た、お、しかもアイスクリームじゃん、あ、まあ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 、最強ですよ、序盤ではいいよね、うん、はいはい、いいんじゃないですか。じゃあ最強ジョーカー、序盤最強ジョーカー、はい、序盤、あ、これ絶対欲しい、絶対欲しい、ね、でも欲しい、ね、あれだ、買えないわ、買えないね、うわマジか、ハンドサイズ減ってる今、これ最強だったらね、最強だったね、あ、ハンドサイズだこれ、ハンドサイズか、ハンドサイズだから、ハンドじゃないから、あー、そっかそっか、そうそうそう、だからまあまあまあ、まあ、最悪ではないギリか、はい、全てのスペードにデバフがかかる、はい、まあ、こんぐらいはね、そっか、三定質か、そう、ちょっときついよ、厳しいね、だから増えるやつは欲しいよね、ぜひね、そうだね、ハンド増やしたいね。66残します、それともハートのフラッシュします、ね、フラッシュはまあ、約束はしたよね、約束はしたけど、でもナメプするのは違うなと思うんですけどね、あ、でもまあ今回縛りじゃん、普通、あ、まあ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 、まあ、一応ね、一応狙ってるんで、はい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 、そうですね、はい、やむを得ない状態以外は狙いたいなと、ね、早速来るか、やむを得ない状態が来ようとしてる、もしかして、まさか、いやでも一撃じゃないんだよ、別に一撃じゃないかな、なんかきつそう、きつそうだね、まあ、次にもしかしたら2ペアで出さなきゃいけないかもしれない、ね、ああ、まあ一応来たけど、ああ来たね、まあアイスクリームとフォイルで結構500、560いくんじゃない、ああそういうこと、確かに、そっか、アイスクリームフォイルがあるのか、うん、最初のうちめちゃくちゃ強いからねこれ、はいはい、と、あ、強いや、いったわ、あ、全然いくわ、さすがアイス、危ねえ、さあどんどん弱くなっていくけど最初のうちは強いぞと、フラッシュ禁止って厳しいな、うん、最も多くプレイされた防火ハンドバックス、はいはいはい、テンタバックに含まれるやつですね、フェイスカード、あー、ありだね、序盤だったら強いかもね、うん、いいんじゃない、うん、じゃあもらっとこうこれ、うん、せっかくジョーカーのあれ多いしね、はい、どうしますか、利子を考えるか考えないか、利子で1円もらえます、今1円多くもらえるのか、こういう1円が大事なのかもしんないな、そうなんです、スキップでスペクトル、スペクトルか、魅力的ではあるんだよな、スペクトル取るか、じゃあオッケー、スペクトルは強いよ ね、強いの、やっぱこれ強い、左5枚破壊して20ゴールド、金ないから欲しいね、ね、ランダムのジョーカーにポリクローブを加える、他の全てのジョーカーを破壊するか、 1.5 か、じゃあ左か、取るならでも5枚破壊か、5枚破壊、
まあ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 。20円でかくね。でかい。マジででかい。いくぜ。うわー。何が消えた？これあのさ、なんだっけ、捨てた瞬間カイーノだっけ。そう、カイーノと組み合わせたらさ、今ので倍率かける5上がったわけでしょ。そうだな、フェイスカードとね。4が超少ね。4少なしね。2ペアアップグレードね。まあまあ普通に行きましょう。オッケー。77。まあ、あ、5678。ああいいね、5678いいんじゃない。5678だから9か4が欲しいか。ああいいんじゃない。じゃあこうしましょうか。はい。あ、2ペア。5と8はさっき破壊された。されてない。8は2枚、5も2枚。あ、じゃあフルハウスでいこっか。うん、ストレートよりもフルハウス。ナイス、きた。88855いったんじゃないですか。行きましょう。戦略か、結構厳しい。うーん、でもアイスクリームがあるんで145プラスしてくれるからね。ねえ、でかい。3459 10。うん、厳しいね。345でしょ。2と12、あ、12が来ればいいのか。2が来れば、2はいくつ、あと3枚。まあまああんじゃない。じゃあ1,2,3,4,5を狙ってみましょうか。うん、いいと思います。これでお願いに頼む頼む。お、来た来た来た。 1,2,3,4,5、 さすがにいったな。はい、ナイス、素晴らしい。強い、アイスクリームがただただ強い。アイスクリーム美味しいね。ビジネスカード使えなかった。まあまあまあ、使えたらでも、リシがこっからでけー、爆裂バグリシ。タロットしますかね。フルハウスなんだよね、今多分ね。今フルハウスだね。グラスカードもらっていいな。うん、グラスいいね。これはもらいましょう。うん、ワークス、タロットもいいんじゃない？タロットも行こうよ。いいよ。あった、先だったか。ボーナス、倍率、ワイルドね。まあ倍率かな、今は。じゃあ。キングあたり、キング、キング、ああ、いっぱいキングあるね。そう、キング、キングでいきますわ、うん、キング、キング倍率でかい。惑星、望遠鏡、セレスティアルと買えばまあいくけど、まあどうですか、利子。そう、ここでやめれば利子マックスなんですよね。そうだよね、利子マックスいきましょう。7分の1の確率で裏向きドロー、これ厳しいぞ。 OK。 あ、ラッキー。あー、2,3,4,6。あ、いい、まあまあまあ、これでいいんじゃないですか。来るんじゃない。うわー、ジュース、これなんだろうね。ねえ、まあ2階にしときます。じゃあこうしましょうか。いいよ。なんか絵札が来ればでかいね。オッケー。来ない。ちょっ、 J とか壊れてんだっけ。 J が、あ、1枚だ。 J、 じゃあこう感じだね。はい、こうだね。はい、オッケーオッケー。これで倍率カードも絡んでるし、しかも金も来るという。金もだってこれあれじゃない、2分の1の確率で2円ってことか。ちょっと壊れちゃうかもだけど、いっちゃうか。クイーンかなんかにつけとくか。じゃあダイヤに正義をつけて、もう一発でしょこれで。そうだね、さすがに一発。4分の1 25% なんてだっていつもお前がね全部引いちゃうから。ね、いいえって言われてんじゃん、ずっと。はい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 。ここ10円もらえます、ここで。まあまあ下振れ、まあ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 、まあ、若干の下振れ、ちょい下振れだね。5400稼ぎましたよねえ、うん、これは素晴らしい、素晴ら、ナイス。リシも確実に持っていって、クラブ変 化。あ、それってハンドフェールじゃない、バウチャー多分。そうです、それ。うわー、うめえ、素晴らしい。これはもう待ってました、待ってた、とにかく待ってました。グラバー、これで今回ただ単にジョーカーが1多いだけのねえ我々。お、メガスペクトルでかくね。2枚は嬉しいね。メガスペクトル来たー。お金も26あるし、ブルーシール、惑星カードを作る。あー、1枚変換、ハンドサイズを1減らす。ハンドサイズ1、ランダムなジョーカーのコピー。うわー、あー、いやー、うん、ランダムな手札を1枚破壊して、ランダムな強化されたナンバーカードを4枚手札に加える。いいんじゃない、面白そうだねこれね。これは良さそう。ナンバーって多分どれか1個が増えるってことだよね、多分ね、うん、1つの数字が5がなくなって、ええ、ランダムだってそういうことか。10と5と3と3か。でもボーナスカードだからすごい強いね。うん、美味しい。倍率とラッキーと、うん、で揃えるか。ハンド減っちゃうのか、増えたのに。
まあブルーシール貼っときます。そうですね、ブルーシール貼って貼っときますか。なんか使わなさそうなやつに。どれがいいかな。あ、その右の3ってさ、手札にあったらじゃん。あ、ラッキーカードか。ブルーシールってもう一回なんだっけ、惑星を残してたら。そう、残してたらだから。じゃあ使わないやつか。なさそうなやつ。もうハートの4とか。数少ないのは？数少ないのにしようか。4が少ない、うん、4少ない、まあ、4が来たら、まあ、4取っときながら、はいはいはい、って感じだね。じゃあ4に、はい、いいペタッと、はい、さあカードもちょっと強化されてきましたね、うん、今やめればまあ利子マックス。カロット1枚付き待てよ、あれこれやばい強いか。まあプラスだ、かけるじゃなくてね。ああ、そうかそうかそうか、うん、まあ弱くはないけど。弱くはないね。どんぐらいタロット、まあタロットは正直結構使うよね。いやどうだろうな、これ何枚使うんだ、どんぐらいになるんだろうな。最終的に20ぐらいなんのかな。まあプラス20ですからね、微妙かな。そんなまあ強、まあ強すぎはしない、でもまあ悪くはない。もっと高みを目指そう俺ら。こんな高みを目指そう。こんなジョーカーで満足できねえよ。あー、まあいいでしょう、戦いましょう。普通に行きましょう。利子もあるし。お、いいね。ゴーゴークイーンクイーン。そうですね、まあこんな感じでフルハウスを目指しましょう。 OK、はい、素晴らしい。かなりいいフルハウスじゃないかね。12割れないでくれ、願わくば。これ一発クリアだね。ナイスかね。金きた。さあ割れ、一発ではない、惜しい。マジか、一発じゃない。まあ3カードでもいいし、まあディスカード使ってもいいから。そうですね、まあ、さっきのブルーシールとか狙いに行きましょうか。後ろディスカードしてジャック絡んだら美味しいか。ジャック絡んだらビジネスカードがあるから。ジャック少ないんだよ、あと2枚しかないから。少ないのか。まあでもいっか、いいよ、来るかな。オッケー、プレイされ、ちょ上もう一回見せていこうか。フェイスカードがスコアされた時だから。スコアされなきゃいけないのか。11はじゃあ12と13が来たからいいかな。じゃあ6、8、ジャック。あ、12、ゴミだ。あー、じゃあクイーンこっちかな。そうか、クイーン最初に使ったやん。そうだそうだ。あ、オッケー。あー、そっちが来たか。まあまあ、しゃあなし、フルハウスで。ちょっとフェイスカード欲しかったですけど ね、ビジネスカードが発動すればいいなという気持ちはあったんですけど。さあアイスクリームがどんどん弱くなっていってますからね。今100だったのが70まで30下がってんね。まあ、ホイールがあるんでね。そう、まあ最低限の役割はある。10円ゲット、素晴らしい。ジョーカーの空きスロットです。今回に絡んではいるね。そうだね、空きスロット多いからね今ね。強そうだけどね。でも空きスロット多いってこのまま戦うことになっちゃいはするよね。そうなんだよね、入れられなくなっちゃうよね。デッキにカードが追加されるたびに、だから4枚追加すればかける1倍、8枚でかける2倍ってことだよね。うん、だカード買えば買うほど強くなる、買うほど強くなる。うわ、どうなんだ、序盤には強いかもしんないけど。序盤にやってからずっとでしょこれだから。え、違うか、手に入れてからのってことか。あー、でも現在倍率 1って書いてあるから今までの分も参照してんのかな。だから4枚だって追加したくない？確かに確かに。いや、もうじゃあもらっとくか。うん、もらっとこう。アンコモンだからな、実はそんな強くなさそうな感じもあるけど、掛け算なんだよね、しかしね。あ、じゃあ追加してく、これで12使うと19か。まあでもいいんじゃない。そうだね、これ2枚もらえて、これで1枚もらえるから、まあ、右で1枚にしとけば利子が最倍で最大ですけど、まあ、左も買うと利子は3ですね。3か。いや、倍率もらうわ。オッケー。ちょっと倍率もらいます。レッドシール、レッドシール再発ドクイーン、まあ悪くない。はい、悪くない。あー、ブルーシールね、それは欲しいな。これいこう、これと、そう、オッケー、倍率が増えた、 1.25 倍になった。どうする、まあ、キングありだと思うけどね。キングにしましょう。オッケー。クイーンが今少ないんだよね、確かに。あ、クイーンは多いのか。クイーンは普通。ジャックが、そう。ちょっと少ないんだな。3枚で、うんうんうん。はいはいはい。まあまあまあ。はい、おー、行きましょう行きましょう。お願いします。おーっと、なんか、コノリーされたとき、やばいね、これ。うん。まあ、倍率がついてるのにパープルシールはちょっとあるけど、まあ、いいんじゃない？捨ててもよし、捨ててもよしみたいな。いいでしょう。倍率上がってったね。1.75 倍。でかいよ。いいじゃないですか。さあ、ちょっと。これ多分ね、戦闘中に金増えれば利子増えるから。そうかそうかそうか。だからフェイスカードを3枚スクレスキップね。スキップがメガ天体ね、うん、オッケー。3枚ディスカードしてこれが発動すれば25枚
もらえると。あ、揃っちゃった。あ、すごい。いいんじゃない？勝てるか。勝っちゃう、勝っちゃうと思うんだよな。OK、じゃあ OK。さすがに半分ぐらいじゃない、ね、勝たない方がいい。勝っちゃったらね。1.75 倍。さすがにか。さすがに。ワーキングジャック。4がクレバみたいな感じだけど、5か。確かに4多いしね。5、6、7。2も被ってるんだよね。まあ、それか、なんかもう右の方捨てちゃって3回ディスカードあるから絵札集める。ああ、こう。あ、2まで行く ?2 揃ってるけど。ああ、どうする？そうする？そうね。じゃあ、こうしようか。OK。ああ、いいね。ナイスハウスじゃない？いい絵札だね、これね。いった？シャル狙うか。たら、待てよ。あー、いいんじゃない？でいいよね、これ。いこう。最悪3カードあるしね。うん。絵札！わぁ。ハンドにある場合、まあ2枚にしようか。3と10。もしくは、ジャックが、具が少ないんだよね。ちょっと少ないけど、まあどれか来ればな。OK、じゃあそうしよう。あ、これ来ないか。じゃあ3カード？そうだね、3カードの。カードじゃ勝てないんだよね、多分ね。勝てないね。OK、それでいいよ。OK。1回しか発動しないか。まあまあまあ。ああ、でも勝っちゃった。ああ、ここで勝ちか。惑星もらった。オッケー、じゃあ、リシ4円、ね。4円、リシ4円、うん。まあまあまあ、いいでしょう。まあ、ナイス。いいよ、いいよ。かなりいいよ。ストレート。ストレート、まあ、使った。ああ、出た。ブースターパック、これと絡んでるか、さては。ブースターパックのやつじゃ、タロットカードのやつじゃないよ、その浄化は。ああ、ブースターパックはこれ、トランプのやつか。ブースターパックを開けるために。そう、下のパックを開ければいい。ああ、開けりゃいいのか。そう。ああ、これは、ちょっと今回はね、そぐわないんで、ね。タロットカードを作るか、ブースターパック。結構開けるんだったら、買っても良さそうだけど。ただまあ、あれだよね。盤面に干渉しないよね、そいつはね。そう、こいつら干渉しない。まあ、ビジネスも干渉しねえか、よく考えたら。まあ、そうなんだよ。金ばっかだもんな。どうします？タロット作ってもらう？2分の1の確率で。2分の1で作ってもらうか。お金でも使っちゃうか。まあ、もうすぐ買える気持ちで。はい。で、これ開くわ。バカを。オッケー。お願いします。発動しないか。おいいね。いいけど、グラスパープル。グラスパープルね。ねはい。まあまあまあ、しょうがない。まあまあまあ。捨てたら作るけど。って感じね。さあホロウラは2倍になりましたね。セレスティアルどうします？ありだと思うけどね。行っちゃうか。そろそろきつくないですか。そうね、これちょっとストレートしようしないでしょ。ストレートはいいでしょう、うん、まあフルハウス今ちょっと頼ってるからフルハウスとかそこら辺が来たら熱いね。フルハウスマーツだっけ。フルハウス地球だ。地球かアースか。あと1個どうしようかな。4カードも1、あら1個しか選べない。あ、そう今の1個。あ、こっか。そうそうそう、まあ、じゃあ行きましょう。まあ、全てのダイヤバーね。ダイヤデバーね。さあ、いけるかな。お願い。まあ、多分だけど、一応発動はするんだよね、フルハウスね。そうだね、11、11はスコアされないだけだね。まあ、5、3は捨てるとして、そうなんだよ、まあ、どうしようかな。捨てるかどうかはね、ジャック残り1枚。うん、そうなんだよね。まあ、でも10が3枚あるから。10が3倍でしかもあれでしょ、13も多いんだよね。そう、こっちか。それそうしますか。オッケー、いいよ。来ねえだろ11なんて。うん、まあ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 、しゃあがなしですね。そうですね、こうしかないですね。手厳しい。手厳しいね。ラストディスカードになっちゃうか。ちょっとしょっぱいな。まあお願いしましょう。まあそれか。なんかあったか。ああ、12、12か。ワンチャン土下座試合。うん。そうだね。しかも、うまい。お金はうまい。しょっぱ。ああ、来た来た来た。とりあえず、3カード。うわあ。まあ。こうかな。残り、デッキの残り枚数はクイーンが1、クイーン残り1枚、10が2枚。そうだね。これでいきましょう。うん、まあ、これでフルハウスで。2500、600は出るでしょ。3000くらいいくかな。もう1回だな。そうだね、もう1回決めないといけないね、これ。3000出た。まあ、重々来たね。救急も来たね。あと、あれか。うわ、これ怖えな。怖いね、4枚プレイで。
次来なかったら終わりか。そうだね、まあ、でもしゃーん、もしくは2ペアで出してどうにかなる。弱いよね今2ペア。2ペアが 20×2 でしょ。弱いね。20、38、58、10と9が残り1枚なんだよね。まあ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 、567ってきてるから8と4ストレートですか。ここ提出で、あー狙うってことね。両面待ち、567ってきてるから48狙いか。48来る。48は一応8は多い。3、4、8、9がないのか。8は多めだけど、まあ、4狙うと。なるほどね。でフルハウス狙いだとこうなるんだけど、9と10が1枚ずつなんだよね。そうだね。だからこれ次来なかったら、ね、おしまいより。どっち派ですか。まあ、2回プレイしますか。じゃあアイスクリームもあるし、アイスクリーマー、うん、信じてみるか。来るかな。 OK 行きましょう。来るかな。そもそもこれで行っちゃえば問題ないんだから。行かねえだろ2ペアじゃ。うわ2ペアじゃ行かねえよ。あ、4、5、6、7、8来た。ハンドにある4、5、6、7、8。まあ一応ストレートにはなったけど、これどうだ。怪しめ。これ怪しいよな。怪しめ。まあ行きましょう、これしかないでしょう。頼むわ。どっちにしてもアイスクリーム。ナイス。ギリギリ。危ない。ジョーカー弱い。ナイスクリア。ジョーカー弱い。あー弱いね全体的に。やばい、ジョーカーが弱い。全体的に弱いですね。ワイルド。ワイルド8が2枚以上ある場合惑星ガードを作る。あ、色のコスト減少いらない。スペクトル欲しいね。まあスペクトル購入するか、うん、なんかとんでもねえの来い。ジョーカー作ってくれた。ゴールド強化ね。はいはい。あージョーカースロットが増える代わりにハンドサイズが1減る。ネガティブね。うん、出たー。またかまた5枚破壊する気かお前。うーん、まあそんなに良くないよねそいつね。そうね。しかも13とかは今結構増やしてきたからさ。うん、そうね。5枚あるんだからこれで燃えちゃっても嫌だよね。ハンドサイズ減る代わりにジョーカーが1増えるか。増やします。増やすか。ちょっと怖いけど ね、 怖いね。かなり怖いね。ジョーカーが空きの割に弱いのしかないんだよね今のところ ね、 そうね。強いジョーカー探しましょうか。ジョーカー探しに行こう。はい、君か。なんかおもろ。ビジネスカードがネガティブになりました。ネガティブって色が反転みたいな感じなんだね。あるかな。ワイルドもらっとくか。まあ、アルカナ開けていいんじゃない。じゃあレッツゴーアルカナ。あ、うめえ。ストーンゴミ。うん、じゃあ売っちゃっていいよ。で悪魔もまあ使うつもりで。あ、資金2倍か。資金2倍ちょっと嬉しい、ね、嬉しいね。ラッキーグラス。いいんじゃない。資金2倍にしちゃおっか。嬉しいんじゃない。うん、レッツゴー。うん、20だって。5枚壊して20とただで20だから、ね、今ただでもらったもんな。あ、まあ買ってもいいよ。ワイルドいっちゃおうかな、せっかくお金に余裕できたし、うん、オッケー。次の試合中に、うん、4カードを3レベルアップグレードね。4カードか。まあワンチャンあるよね。ワンチャンある。3レベルも上がるならって感じだな。うん、上げちゃう。上げちゃうか。いやー、ジョーカー欲しいか。まあ欲しい。ジョーカーも欲しい、かなり。じゃあ行くか。行こう。ジョーカーやっぱジョーカーないとこれビッグクリアできねえや。まあ右3枚ですかね。少ないね。ハンドサイズが ね、 ね、7枚になっちゃったね。ついね。来た。ナイス。フルハウス。デビルが手札にある場合だから、まあ、なんか適当にダイヤの3とか使っちゃえば。使わないでしょそれ。もっとあれじゃない、勝つ時でいいんじゃない。多分次流すでしょこれ。あー、そっか。ああ、これ勝たないか。多分勝たないでしょこれ。オッケー。まあラッキーが倍率20倍とかしたら。あ、あ、ラッキーが倍率20倍した。それはごめんなさい。まさかここで5V1をね、まあ、私もね、ね、まさかのですから。
弱えなー。プレイした方のストレート含む場合100。なるほどね。左が一番低いランクのカードの2倍を倍率に加える。両方あってもいいと思うけどね。まあ、なんかもう売るつもりで買っていいんじゃない？何もないよりはいいかもな。うん、売るつもりで買っていいんじゃないか。別に狙わんでも。おらおら倍率だから、あの右にした方がいいよ。これが一番右の方がいいか。そうだね。あとはいいね、うん、全部プラスだね。すごい、ジョーカーこんだけあると嬉しいね。まだもう一枚、ね、もう一枚加えられる。トランプはゲットしましょう。ホログラムちょっと育てて、うわ、ゴミ、なにこれ。ゴミ、ホログラムストーンカードか。あ、綺麗だね。ね、惑星カードを作るのと、クイーンか。クイーンと9だとね、多分9が確か少ないんだよね。そう、クイーンのが嬉しいんだけどって感じ。いやー、じゃあしょうがない、これはクイーン行こう。クイーン行く。オッケー。バイルス 2.25倍、開けましょう。行こう。ででん、おー、クイーンいっぱい来てくれたな。かなりワイルドクイーンでかいね。ワイルドクイーンか。スチールクイーンもでかいね。いや、でかいねこれ。しかも2回発動か。でもスチールっす。スチールだから手札にないといけないのか。そう、噛み合ってはない。あー、なるほどね。これも噛み合ってない。一番噛み合ってるのは一番右だね一応ね、一応一番右か。まあ、一番右かなり噛み合ってるんじゃない、倍率10ならいいんじゃない。いいんじゃない。うん、OK、OK、2.5 倍になった。でかい。まだお金はある。あ、パック開けたらタロット作るんだから右上使ってないからできてないのかな。もったいなかった、ね、あー、そうかそうか、2分1でこいつが作ってくれるのにこれ空きがないからか。そう、ちょっともったいなかった、ね、やっちゃったな。まあ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 、戦うわ。オッケー。うーん、しょっぱいな。3はでも枚数多いね。4がいらない。4、5、6、7、いやー、そうなんだよ、ね、10も4枚で多いし、13も多い。8が来れば実はストレートなんですけど。ほんとだ、8、5枚ある。ストレート狙いでいこうか。じゃあ6、7、8、9、10だからこうか。そうだね、頼む。8、来てくれ。グオナイ、惜しい。くそ、まあ狙うか。そうだね、それだったら、11残して上にした方がいいかな。あ、なるほどね。7もいけるかな。7、7、8、9、10、11の方が点数が上がると。しかもね、ここら辺もね、うわ、絡まないね。もう一回お願いします。3、無理かな。こうだな、お願い。いやー、4枚もあるんだから。うわ、来ないか。2ペアで出しますか。2ペア提出から、それかドベ出しでフルハウス狙う。ドベ出しフルハウス狙いか。それだったらドベ出しストレート狙いする。そうだね、8がそうだよね、ワンチャンあるから、ね、ドベストにするか。10弱い方にするか。7は7はいるか。これか、これで出して、うーん、まあ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 、そうね、お願い。8が来れば、お、え、これで3000いくんだ。え、なんで強いね。8も来たね。ああ、8来た。これで今の3枚で、じゃあゴールドカード作っちゃおう。2かなんかで。そうですね、多分これクリアだもんね、うん、じゃあこれでゴールドカード。思ったよりなんか、あー、拳か。手札の一番低いランクのカード、牛も結構やってくれてるの。なるほどね。ラバーズがワイルドだもんね。ワイルドはまあいらないから。7、8、9、10、11。ああ、多分クリアだね、これね。行きましょう。うん、だってこれ、これの、これに加えて、ストレートも発動するし。そっか。ストレートチップも発動するのか。うんうんうん、あ、強いわ。こうの子強いね。なかなかいい。3やん、ゲット。オッケー。よし。よし、よし。さあ、アイスクリーム今いくつ ?25 ね。うん、資金2倍。2倍ね。2倍もらおうか。まあまあお得だねこれ。わあ、ストレートか。なんかストレートデッキになってきたね。ね。購入&使用。まあし、ああ、まあ関係ねえや。オッケー。ジョーカー最後に買おうか。そうね。惑星買っちゃいます。惑星行こうか。うん。いいと思う。だって63円だよ。ありすぎるなお金が。オッケー、作ってくれたゴミ。ゴミ。売却。1円ね。1円ゲットね。即売却ね。ワンチャン2ペア。
あ、まあ実は結構機会があるね、ツリーハウス狙ってるからね。そう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 、オッケー。まあまあもう一度いこうか。次が確か1種類の技しか打てないみたいな感じだったぜ。あー、ボーナスいいね。アース来た。フルハウスかな。うん。目だった？いや、口。口って名前。へー。目は全部の種類、うん、かぶっちゃいけないけど、口は1種類だけだった。しか打てない。1種類しか打てない。じゃあ、ストレート打つつもりでいくか。そうだな、ストレート狙いか。まあ、プレジオか買っていいんじゃない？うん。うん。どっちにしろ。オッケー。ストレートめっちゃ強くなったね、今ね。うん。じゃああれが欲しいね、段違い。このラウンドでは1対5の反応です、全部ストレートでいこう。きついな。まあマジできつい、かなりきつい。もしくはって感じね。もしくは2ペアとかフルハウス、フルハウスドン。まあ、はいはいはい、可能性としてね、まあはい、割と2回決めれば勝てると思うんだよね。わかります。8、9、10、11。まあまあいいんじゃない。そうね。ああ、okay、いや決まれば勝ちな気がするんだよな、okay。 いいよ。あー、そっちの可能性も提示してくる形ね。いや、まあ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 、ストレートでいいんじゃないですか。8、9、10、11、どっちかだもんね。どっちか来ればいいんだもんね。7か7か12が来ればいいんだもんね。頼む。きた。よし、7、8、9、10、11。OK。いったと思うんだよな。待って、倍率つけるか。いっちゃうか、倍率。うん、追加チップか。OK。追加チップつけよう。11はちょっとゴミなんだっけ、ダメなんだっけ、1枚か。あー、でももうしゃあない。じゃあ 10と9にしよっか。こっちにしよっか。いいよ、頼むわ、はい。まあいったでしょう。いいでしょう。いかないかな。いかないと思う。いかなかったらもう1回ストレート作んなきゃいけないんだな。1と3残ってるから結構いいかもよ。なるほどなるほど。まあでもだいぶでかいとは思うんだけどね。頼む。あ、行ったか。あ、行った。素晴らしい。強いな。掛け算いいね。ここら辺が掛け算頑張ってるね。ホログラムが。ホログラム。増え方中緩やかだけど、ね、2.5 倍だもん。前回買いのを見ちゃったからな。そうね。はい。おお。なんかいらないの捨てて入れるのもいいかもね。左のジョーカーは？左のジョーカー。あ、こっちか。手札にあるすべてのカードの量だからシールだけか。シール限定。シールとか。シール。まあ、パープルシール。パープルシールとか。シールは違うか。ゴールドとかかな、最後残ってたら3円みたいなやつをってことか。ね、絶妙だね。ハンドサイズワンチャンありだな。うん、わかるよ。今70稼いでくれてんだよな。ホイールがついてるからね。ビジネスカードか。もういらねえか。浄化スロットか。そいつ。そいつね、いてもいなくても一緒だ今だから。そうか、こいつをそいつは捨てる意味がない。はいはいはい、うん、そいつは同じ。そいつ捨ててもジョーカー置けなくなるだけだから。でもハンドサイズが増えるんだ、こいつがいなくなればか、うん、じゃあもういらない、もういらない説がある。こんだけお金あるネガティブだもんね。そう、ネガティブだから。待てよ、ネガあれってさ、うん、スペクトルカードだっけ。スペクトルカードだったはず。だからあれってネガティブをつける代わりにハンドサイズ1減らしてるから、これを売っても多分ハンドサイズ、ハンドサイズは元に戻らないかと思う。多分じゃあもうこいつは多分さ一生、うん、そう、あのどっちでもいい。だから置いといても置いとかなくてもまあ一緒、一緒か。そうだと思う、多分ね。うん、それネガティブの効果が分かんないけどね。そうだね、ネガティブ自体にハンドサイズがマイナス1ついてんだったら、これを捨てればハンドサイズは戻るはずだって感じだよね。うん、まあそれかも今パック開けてそいつの効果つか、ハルシネーションだっけ、使い切って外しちゃうとかね。ハルシネーションはこれか。うん、あーそうだな、強いけどね。まあ開けてみますか。いやストレートを狙う関係上ちょっとハンドサイズちょっと恋しいんだよな。18円。あーこれでかいな。オッケー、ハルシネーションについたら受けるけどな。ハルシネーション先売っちゃう。まあありもう一パックあるけどね。いいんじゃない、先売り、うん、でハルシネーションにつかない塩、いいえ、はい、もう信じてなかったもんな、うん、俺は。もう信じないよ全然。25% って発動しないもんだと思ってるから。ストーンゴミ、あ変換はそこそこ、うわ、まあ一番右がまあすげえ丸いんだけど、
多分ね8と4確定だね。もう他全部ついてるから色が。だったらいい絵にするか。いい絵にするかってもう成功しねえじゃん。いい絵にするか。まあ右のカードを左のカードに変換。変換するとして4がちょっと少ないか。4を増やす。あで俺ら今ストレートだからね。バランスよく欲しいよね。本当はね。いい絵していい。いいよ絶対。ああ本当にいい絵じゃん。それはもうしょうがない。1リロールしてもいいけどどうするこれ。ハンドサイズ買う？買っといて。いいよ。買った方がいい買った方がいい。あ迷うなリロール。いや貯めようかな。オッケー貯めるわ。いいよ。ホログラムジョーカー、倍率10倍のジョーカーか。倍率10ね、プラス10ね。いや迷うね、まあ、戦おうか。あホログラム強いけどね。強いけど5678、うん、10166だからこれ、うん、パープルシールもあるし捨ててフルハウスでいいと思う。オッケー。ん作ってくれたハート、ハート変換ね。うんまあまあ一応クリアぐらいの勢いやなるか。うんクリアはできる。ハート変換か。あんま今回ストレートとか狙ってフルハウスだからさ、うん、色あんまなんだよね。オッケー。フラッシュ、あフラッシュハウスでも作る。無理だ、フラッシュハウスギリ作れない、ね、作れない。あギリギリ。まあ、変換しちゃもういいんじゃない別に。何する？で逆にそのフルハウスとストレートだけだったら、うん、そう意味ないから、ね、意味ないから。だからまあそのデバフとかかかりにくいから売っちゃうのも手ですよ。あデバフね。とそのハートに一応揃えといて。確かにハートデバフとか来て。でここ全部使えない。逆にハートデバフ来たらそれをさリロールすれば強くなるみたいな説ない？ああなるほどね。ディレクターズカット買ってね。あじゃあどうする？ハートにやっとこうか。せっかくだし。みたいなね。例えばハート残し、例えばあの黒板の逆があったりしたらさ、はい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 、だったらクラブとさ6と6、はいはいはい、キングキング66とかにしてさ、キング66赤に変えちゃったら、なんかそういうのが来たら黒板の逆を発動する来たら面白いかなとか。まあどっちもいいよ、売ってもいいし使わなくてもいいしどっちもいいよ。確かにハートデバフ重いなって気もする。まあまあまあ大丈夫でしょ、うん、ディレクターズカットも使えますし。使わないしワイルドも使わないんだよね。そうなんだよ。これさキングをさワイルドに、そのダイヤのキングワイルドにしたらさ、これフラッシュハウス。ああフラッシュハウスか。ちょっとやってみる。まあここで打つ必要もないんだけどな、あんまな、うん、消えちゃったあれ。あそれ同じ扱いなんだ、ごめん。模様消えちゃった倍率の。ああワイルドと。そうなんだ。でもフラッシュハウスだ。本当だ。ワイルドと倍率は。ただフラッシュハウスレベル1なんだ。しょぼいね。フラッシュハウス。フルハウスよりでも強いか。全然強えわ。いいね。あこれもう余裕のクリアだよ。フラッシュハウス。さすがにクリア。強いね。フラッシュハウスナイス。さあお金は貯まってきてる。これでフラッシュハウスが多分入ったかな。ランジョーボンのところに。本当だ、ここで入るんだ。うん。ブランクゴミだな。ってことはフラッシュハウス惑星が来る可能性があるってこと？あ、可能性あるね。スリーカードね。グラスカード買うか。ワンチャンありだね。トランプもらいましょう。はい。おなんかすごいいいやつがいっぱいあるね。ワイルドか。倍率でワイルド、ワイルドはまあまあ関係ないけど、まあパープルシールやっぱ欲しいよね。タロットがいい、ね、強いよね。強い強い。これまあ最悪出してもいいし、うん、ディスカードしてもいいしみたいな感じが、うん、4少なかったしいいんじゃない。もらっちゃいましょう。はい、ゲー増えてきた。はい、いくぜ。お願いします。あ来た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 。これを待ってたんだよ。じゃあどうする。ハンドサイズアイスクリームか。アイスクリームはもう65だね今。あチップ、まあ、ホイールだけど、まあ抜いちゃいますか。アイスクリームありがとうってことで。今までありがとうアイスクリーム、うん、かなりお前のおかげで。お願い。かわいいのじゃん。かわいいの。ただフェイスなんだよね破壊ね。そうだからフェイスになってないからうちら今。そしてちょっと遅いよね。遅いね。かわいいのか。なんか別の機で欲しかったな。ね、同じレジェンドか。
いやちょっと遅いね。そうね、序盤に来てくれればいいんだけど、まあ一旦これでいきますか。そうね、今んとこホログラムのが強いもんな。今何の意味もないのかこれ1枚だから。うーん、まあまあ行こうか、うん、スキップは、あー6ね、行きましょう。じゃあディスカードめっちゃ使うからな。そうなんだよ、5、6、8、10。キングが来れば、キングが来ればここがつながるか。あ、行きましょうか。オッケー、来た、ナイスキング。1、2、4、5、5ね。あ、いいでしょ、いいじゃん。オッケー、フラッシュじゃない、ストレートはうちら強いぞ。ここが全部かかるからね。そう、 60.5。 ほい、はい、もうちょい、まあまあまあ、全然2ペアでもいけるぐらいだな。パープル狙ってくじゃ。22キングエース返して、5と7はどうだ。あ、いっか、スーペアで勝てるか、うん、多分勝てると思う。オッケー、あー学生ある場合だから、まあ、こっちでやればいいのか。取っときたい。まあこれでフルハウスで狙うか、もう1ディスカードするか。クイーンここエースでいいか、うん、オッケー、これで、あ、オッケー、5、5、5、7、7、はい、あ、来んじゃない。いや素晴らしい、惑星も1枚残して、フルハウス素晴らしい。惑星、おー、なんか来たワンペアいらないね。11コイン、はい、フルート、ジョーカーワンペアか、まあ弱いね、ジョーカーもね。惑星タロット、アルカナから行くか。うーん、バック開けても意味ないんだね。もう意味ないね。はい、さてハート変換、ハート変換、倍率、惑星、まあワンチャン倍率かなという感じだけど、そうですね、いいんじゃない倍率で。ここら辺ですか。はい、いいでしょう。ナイス倍率。まあギリ売りますかね。ワンペアは使わない。ワンペア使わない、使わない、使わない。これもゴミゴミゴミ。これはまあいいとして、はい、いっちゃいましょう。セレスティアル、マックス、それとフラッシュ、スリーカードフラッシュ、まあフルハウス、フルハウス、そうだね。フォーカード、あ、フォーカードだっけ？ストレートフラッシュ、ストフラにしています？まあフラッシュは我々打たない予定ではいますけどね。ストレートフラッシュだったらいいのか。そう、ストレートフラッシュ、フラッシュじゃないか。うん、フラッシュじゃないから、まあ。フラッシュは含まれるけど、そうだ。まあワンリロールもいいかなして。でもいいかもね。なんだなんだ、フォイルがついてるぞ君は。8ね。プレッシャーハンドリー8枚で惑星を作るね。まあまあいらないんですよね。ちょっと具悪いね。うん、普通フォーカードでしょ、うん、まあ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 行くか。はい、OK、さあ全てのフェイスカードが裏向きでドローされる。きついな、フェイス裏向きか。 OK、 まあしょうがない、やるしかないな。はい、ノーフェイス、いきなりフルハウス。お、いいじゃん、でか、熱いねこれ。じゃあグラスにする、いっちゃおっか。7と1壊れてもいい方は、1が少ない。じゃあ7が壊れてもいい方だと。そうだね、7は、うん、どうしようかな。これをじゃあ、はい、 OK です。ナイスグラス、いや、いいね、かなり。行こう、ありがたい、ありがたい手札。はい、フルハウス結構いくんじゃないこれ。1万5、6千、1万だった。いきなり888と来てるんで、左2枚と2と、そうね、2多いね、でもね、あ、2多いの、3枚か、4で3枚か、5は4枚、5の方が多いな、6は少ない、まあこうかな。運ゲーで出すの怖い、あれだよ、見えないんだよね、その左何があるかは見えないんだよね。そうだよね、隠れてる隠れてる。2枚向き筋が小さくなる可能性がありますよね。オッケーオッケー、じゃあ変えますか。オッケー、はい、5、3、3ときた。3、4、あ、いいじゃん、うん、3、3、8、8、8で、はい、まあ行ったんじゃないか、行ったか行ったか、無理かな、ラッキーなし、うん、ギリ3、あ、2、3、4、5、6、終わり。素晴らしいね、ウルトラストレルじゃん。使うか、じゃあ。そうだな、左3枚ディスカードして、あ、ディスカード使っていこう。いらない、パープル、パープル、あ、来たじゃん。おー、来た来た、4で、ディスカードすると美味しいんだよな。そう、それはディスカードで美味しい。美味しい。10も1枚いらない。いらない。2、3、4、5、6、OK。4は残しときたいから、ブルーシールだから。OK。OK。パープル使っちゃって。ナイスタロット。あ、しかも2枚来たブルーシール。だから、タロット使いたいね。そうだね。まあ、ハートか。あ、ストレートフラッシュだね。
ああどうする、ストレフラッシュになっちゃうかな。どうなんだろうね、ストレートフラッシュだったら大丈夫か、まあ、そうなんないんじゃない。あオッケー、ゼロだもんね。あ、じゃあストレートフラッシュにしようか。オッケー、7でいけんだよね実は。あ7と3、これを使いたいのか。そう、これを使いたくて、7と4と3だね、をハートにすればいい。そうか、それをハート。オッケー、すごいね、これハートにどんどん弱くなってくね。ねえ、ハート4ロックされたら、ハートゼロ来たら終わりだねこれね。うめえね、でもブルーシール2枚はね、うん、これさ、うん、あのジョーカー発動するのかな、ストレートフラッシュジョーカー。ストレート含む場合か、じゃあ発動するわ。おそらくそうだな。あストレートフラッシュ強いぞ。あ、するよね。オッケー。はい、ナイス。4万。一撃。惑星2個。4カードとストレートフラッシュ。まあいいでしょう。うん、まあまあ使いましょう、うん。4カードもな、まあまあ出やすいと思うんだよな。13とか5枚ぐらいあるもんね。なうわ、おっそ。あー、はいはい。まあ、両方使っちゃいましょうか。はい、はい、はい。さあ、トランプを含む。うん、まあ一旦トランプを。ホログラムのレベル上げていきましょう。12、6枚目の12か、これ。7枚目の12だね。7枚か。と、キングが5枚。スチールね。スチール。スチールキングね。ダイヤが、ダイヤも5枚ある。スチールキング、スチールキングね。強いんじゃないですか？いいんじゃない？スチールキング。オッケー。3倍、倍率3までいった。さあこれで、まあ、いいのに比べるとあれですけどね。そうですね。でもまあ頑張ってるそいつも。あ？フラッシュハウスだ。初めて見るねこれ。お前なんだ？セレス。え？どこだ？どこの星だろう。まあもらっとくか。あ初めて見る惑星カードね。セレス。え？どこだろう。これリロール残すとどうするこれ。リロールサープラス。微妙だよね。結構すると思うんだよなこれから。ああ取っとく。5回はするでしょ。いいんじゃない、もらっとこう。ケレスか。火星と木星の間の小惑星に位置する準惑星らしい。マニアックな星ですね。ケレス1リロール。最初にプレイされたフェイスカードがスコアされた時倍率2倍。強めか。あ最初にプレイされた倍率が2倍。え、あ最初だけか。だからかける2なのに最初についちゃうんだ。カイーノよりは強い今んとこね。今んとこそれは強いよ。カイーノって1倍だもんこいつ。カイーノもう使わないと思うんだよね家計算。まあフェイスカード破壊しなきゃいけないからね。だってたらもうもはや古文に変えるという説まである。カイノ捨て？ああまである。カイノそうだな。うん、だってこっから先フェイスカードを破壊するかっていうとしないでしょ。しないと思う。だから捨てていいと思う俺は。勇気のカイノ10売却ね。そう、わあ悲しい。じゃあこれ入れようか。はい、で多分それは後ろにやっても意味がないと思うんだよね。一応入れとこうか。オッケー。最初にプレイされたフェイスカードね。そうだからスコアポンってなった時に左がかける2されちゃうから、そのラン情報の掛け算のところが倍になるよってだけ。右側が、うんって感じだね。まあ弱くはない。まあせっかくリロールあれ安いしね。うん、まあ11が少ないんだよね。クイーン多いし、多い、ね、クイーン残しで右5枚リロールでいいんじゃないの。ああそうか、これ残しておけるか。うん、クイーン2枚いくんじゃね。オッケー、ディスカード。あー、55か。ディスカードしたいね、この辺はね。そうね、パープル。これは残しときたいし、でも言ってられんな。残しとくとか言ってられんぐらいだな。まあ、4554は捨てるでしょ。5捨てないってパターン。いやいいと思うけどな、捨ててパープル。じゃあダブル5。うん、ジャックか。まあ確かにね、ジャックがしょっぱいんだね。ちょっとね、ジャック、ジャック、クイーンかキング絞って。ジャック、ジャック。あ、そうする。
これでキング5枚クイーン5枚ジャックは1枚、まあ、クイーンかキングどっちか捨てていいんじゃないかなって思うけどね。偏らせるか。うん、まあそれはもう君のセンスに欠けるけど。いやジャックの1枚来ない。いやジャックの1枚来なくていいんだよ。クイーンかキングが2枚くればいいんだから。あそうか、だってジャックジャック捨てたらクイーンとキングが3枚来なきゃいけないんだよ。そっかそっか。じゃあもうここでペアは作ってそう、それワンペアでっていう感じ。それかまあ5残すか。あ、いらない、OK、じゃあそれにする。クイーンキングはどっちかに偏らせない。偏らせない。はい、頼む。来ないんだから。まあまあ、で君たちは上スチールとグラス。あ、強いじゃん。あ、スチール使えそうだね。かなり強いね。まあいいと思うんだけどね。どうなんですかね。まあ一応銃が来ればね、ストレートなんですよね、エース残して。あー、ほんとだ。うーん、9も残さなきゃダメか。いらない。いや、9はいらないのか。10、11、13、1だから。ただ銃が何枚ですか。14枚。うーん、じゃあちょっとエース残してみようかな。これでいってみようかな。だったらジャックも捨てる。どうする。ジャック捨てればそうだな、銃来やすいよね。まあその代わりクイーン2枚とか来た時にワーオーワーオーってなる、うん、どうですか。準備しといて。じゃあワーオーっていう。ワーオー、早い早い。あ、ワーオー来ねえんだ。本当にワーオーだ。じゃあ一回テストしちゃうか。356エースで、うん、レッツゴー。ウィン1000点。ワーオー、ワオだね。まあだったらもうジャックいらないね。あー待てよ、でもそっか。うーん、どうすっかね。しょっぱいね。しょっぱ、しょっぺーな。おい、で12が4枚、13が4枚でしょ。ウルハウスしますじゃん。あー、オッケー、いいよ、レッツゴー。1000点ね。さすがにいったか、ね、結構強いか。待てよ、うん、グラスカードもあるし。全部そういうカードか。スチールにしちゃうか、6かなんか。ああ、そうしましょうか、うん、6をじゃあスチール。はい、これで 1.5 倍ね、はい、ちょっとこれのフォトグラフの挙動もよく見ときたいですね。はい、そうですね、はい、どうなる。そうだよね、これだけね。でも今ラッキー発動したね。うん、まあ11万だよね。これもう最終ボスの得点ですね。一撃ね。一撃です、ね、一撃ね。はい。強化されたカードですか。え、これ今結構多いぞ。でも弱いよ。カード強化解除されちゃうから。解除されんのか。ねえ、ちょっとないですよね。ああ、いらな。まあスペクトル行こうか。うわ、怖え。お願いします。いいやつ。単純に強い。いいね。レッドシール。まあ強い。出た。出た。ランダムなジョーカーのコピーを作る。他のすべてを破壊されたら困っちゃうよ。どういうこと？これは序盤に来ればそこそこ美味しいねだけど、今こんなで破壊されちゃったらもうたまったもんじゃない。まあそれが丸い。これ丸いね。で。2番目のもまあなんかレッドシールならそうね。グラスとかね、グラスとかでもいいし。グラスにシールは貼れるのかな。そっか、貼れるか。そう、シールだから貼れる。まあそれもまあおもろい。おもろいはおもろいか。強化な、まあ1枚破壊でしょ。1枚破壊で4枚加わるから、ね、まあまあかなり悪くはないけど、デッキは増えちゃうんだよね。デッキ増えた分でもホログラムが発動する。強いんじゃない。じゃあ、じゃあ絡んでるか。これで1倍か。まあいいんじゃないの。あ、ちょっといい、ね、まあランダムってのがあれだけど、なんかホログラムがゴミみたいなのを切ろう。あー、あー、そっか。あー、強い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 。4倍になった。11少な。2枚になっちゃった。11、2枚。うん、まあまあ仕方ないな。ストレート的にはストレート難しいね。お願いします。うわー、あ、ディスカールされた時タロットカード作る。絶対捨てる。弱いか。弱いかな。弱いか。さすがにこの8と3どう。8が5枚、3が7枚。7枚。3が7枚。8かな。そのカード、まあそう
ギリ。まあさすがにパープルシールついてても弱いか。そうね、弱いか。リロール 4.25 倍。ナイス。あ、出た卵だ。あ、うーん、あー、まあでも今再発動か。強化系がでも結構多いんだよね。多いけどね。まあどれか消すほどではないんじゃない。それは消しても意味ないから、まあ、そうだね、関係ないよね。意味ないから、まあ消すならフォトグラフか、フォトグラフ、ね、まあレードフィストかな。フィスト消して入れるぐらい、ここ入れてもいいかなぐらいだよね。私はあんまりですけど、ね、ちょっと弱いよな。うもう一リロールしていいかい。はい。おー、あー遅い遅い遅い、ちょっと遅いな。あ、もう一回見よう。オッケー。今5だもんな。そう。お、あー、あー、まあ3円で3円で17円もらえんなら、はい、使っちゃいましょう。はい、オッケー。いらないかな。そうだよね、もう買いのもいないもん、うん、意味もないもんね。はい、じゃあ次行くわ。はい、行きましょう。はい、うん、まあやりましょう。はい、お金かける倍率にするとかあったらね、いいんですけどね。3344集め、3457、3344フルハウスを狙うか、あ、まあ、もしストレート狙うんだったら6、まあ、5残し4567-8で一応ストレートなのか、だから6待ちか。6待ちでも、あ、そっか、6待ちか、確かに6待ちね。うん、まあフルハウス4なんて残り1枚しかないぜ。まあ3があるので、まあただ4シール貼ってあるからね。だまあ 4は捨てちゃうか。これもあるし、1枚は捨てちゃってよくて、46待ちにする。じゃあキング残して33捨てる。ペア捨てんのちょっとあれか。まあでもいっか、怖いけどね。え、それはいいの、スチールだけど。やめとく。どっち、どうしようかな。3枚と4枚どっちがいいかな。まあまあ取っとくか。キング重なるかもしれないしな。6コイン、キング重なったら悲しいんだけどね。確かに6コイン来たね。倍率カード変換、あ、いいじゃん。盤面置いてハンドにある場合無理だ。まあでも出す、ね、7こっちを使うか。そうだね。倍率カード変換は、6と5か。いや5はダメ。4に使えると思う、多分。なるほどね、うん、シールだから。それに倍率をつけちゃって、つけられるはず。うん、グラスは、7につけ、あ、7って、そう、その7にしかつけられない、ね。待つか。まあ、4、5、6、7、8出しちゃっていいんじゃない。ああ、これでいこうか。ああ、いった。さすがにクリアは、せないと思うんだよな。いかないよな、スチールあるといえな。な気がするけどね。どうだろう。わかりません。それ順番変えるんだったら7後ろにできたりするのかな。だったら7後ろの方が良かったね。倍率2倍だから死んだわ、うん、割れて死んだ。つえ、そっか、グラスカード一番右の方が嬉しい。もしかしたらいいのかもね。分かんない、想定できるのか分かんないけど。捨てます。はい、 OK です。フラッシュも打ちませんので今回は、はい、捨てというか買いません。スチールはもらいたいけど先に開けかな。ダブルスチールだ、うん、あ、ほんと、え、スチール、あ、これスチールとこっちはあれか、グラスか、はい、スペクトルもらいましょう。はい、84コインもあるからね。強化されたエースだから、まあ一応こいつが 0.5 倍するか。そうね。あ、こっちがもう1倍するわ。いくか。やろう。今回はもうこれだ。ホログラム構築。8が。5めっちゃ来た。5めっちゃ来た。5557。オッケー。5.25 倍ね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。もっとすごいな、もっと増やす。前回買いの見た後に倍率低い状況使ったのめっちゃおもろいけどな、ね、逆だったな。逆だったよ。逆だったかもしれね。11もらうか、13増やすか。13、まあ一応ストレートの流れだから、そうしますか。いろんな種類があった方がいいんじゃないかな、はい、OK、です。いいでしょう。 5.5 倍ね。勝手リロールかな。勝手リロールしようか、うん、リロールしようか。あ、バナナ倍率プラス15。うーん、まあ、その手がスコアだっけ、一応倍率だよね。だからまあこっちの方が強いか、さすがに。
そうね。で、8より大きかったらそっちの方が強いけど、まあ大体強いと思うバナナの方が、ね、ただまあバナナ、右のは弱いね。まあこれはバナナにしよう。Okay、これはバナナにしても安定でプラス15の倍率をもらって、これはバナナにしよう。OK。もう一料理見てもいいかな。ああ、いいよ。ああ、それやりたいけどね。これ強いね。うん、買えないからね。そっか、パンパン丸か。そう、買えないじゃあ、いっか。うん、そう、買えないから。空きがある状態でリロールすればよかったな。フルハウスをプレイすると資金が0円になる。なんでやねん。なんでや。まあ、ストレートで頑張りましょう。OK。ストレートっぽい手札。8、9、10、11、12が来れば。土を取っとくかどうかだね。11は捨てちゃってよくて。11を金が捨てちゃってよくて。あ、12が来れば ?9、10、11、12。ああ、そうか、言ったよ。ごめん。8、9、10だから、7でもいいのか。7、8、9、10、11だから。12と7か。そうだね。12と7の両面待ちっすよ。13もいらない。13もいらないのか。そうかそうかそうか。12、11、12だけ待ってるんだったら13もいるんだけど、うん、そうだね。これだったらいいか。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。きましょう。ちょっとスチール流すようだけどな。あ、いや、スチール流すんだったらこっちの方がいいか。どうせ提出するんだったら、まあ、提出するんだとそっちの方がいいけど、こっちの方がいいな。残した方が強いよね。まあでも提出しちゃうか。提出しちゃう、これ、はい、うん、揃わないと話になんないもんな。そう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 。まあ来るでしょ。来ないな。あ、来ないな。まあまあいいと思う。同じでこうかな。はい。あ、8、9、10、11、12。うん、まあこう、そうか。9と13じゃない。13来てもな。まあ来るでしょ。あ、ギリギリ。本当にギリギリだな。まあそうね。掛け算もないし。で、グラスがあるのか。だから、なんか強化しましょうか。そうだね。スチール6かなんかスチールにして。6スチールの8グラスかな、はい、8グラスにして、まあ、一応ラッキーがあるから8と7の順番入れ替えます。そっか、ラッキーが こうして提出できれば、もし発動したらそうだよ、2倍だもんね。2倍になるはず。はい、まあ発動しないだろうけどね。あ、ごめん、フェイスカードも後ろだ。かける掛け算だから、フェイスカードが後ろだといい。あ、バラナ消えなかったね。ナイス。オッケー。なんか強い。ね。意外と強い。こんな出るんだね。うん。DNA。ああ、これ。ああ、出た。なんかあったよな。うん。よくわかんねえんだよ。まあ、強いんだけど、ハンドが1使っちゃうのがもうかなり弱い。そうね。レアなんだけどね。うん、弱いというか、まあ、むずい。難しい、ね。ストレートレベルアップはさすがに変わんか。オッケー。ストレートレベル2でやつ、今まで。何がストレートデッキだっていうぐらい弱かったね、今ね。バウチャーを買っておけば惑星カードすげえ2倍か。まあ、いらないか。いるか。いるか。惑星カード。ジョーカーよりもいるんじゃねえの、どうなの。いらない。いらないか。まあ、トランプでもいいんだよな、今、ホログラムが。まあ、トランプゲットしようか。トランプの枠を惑星が使っちゃうのもどうかなっていうところはあるんだけど、11もらっとくか。少ないんだよな、11な。4も少ない。4も少ないのか。4、まあ、強さ的には4の倍率の方が、まあ、ラッキーカード、運ゲーだもんな、これな。でも5分の1か。どうだ、どっちだ。ラッキーカードもらっとくか。ラッキーで。ああ、ラッキーで。ゲイン。で、セレスティアルさんゲットして、明日はフルハウスね。まあいいんじゃない。いいでしょう、フルハウス。フルハウスストレートで。でここまで本当にフラッシュ使わないでやってきてることに俺驚きだよ、ね、リロールしよう。いらない。右はストレート、もう一いっちゃおうかな。何これ、あったよ。はー、うん、これがラッキーカードか。あー、まあ買っとくか。まあまあまあ、っとこう。フォーカードでも一回打ててないもんね。まあ、無理ではないはずなんだけどね。普通打てるはずなんだけどね。狙ってないだけって説あるけどね。ねえ、だって6枚とかある、9枚あるんだよ、ここなんて。ねえ。買ってみる、バナナの代わりに。
バナナでもな、優秀だしな。優秀か。うん、じゃあ一番右のジョーカー、ハンドサイズか。ああ、フォトグラフ、ね。やめときます。いや、こう実績がないからな。まあわかるよ。しかもレベルも2だしな。実績がそうなんだよ。やめとこ、やめとこ、やめとこ。オッケー。スキップすると。ボスブライドリロール。ハンドタイプはリピートできない。まあ別に。リピートできないストレート連打ってわけでもないし、ストレート、ストレートフラッシュ、フルハウス、ツーペアみたいな感じで勝てばいいのか。まあ結構一撃タイプだし、今いいんじゃない、じゃあこのままリロールしなくて。オッケー。うん。フルハウス狙いますか。パープルも捨てられるし。ね、デッキが多いからね。うん、その、ドローに、多分偏りというか、その、運がね。運がかなり絡んでる。そうだよね、まあ、こういう風になるよね。そう、一応これを使えば、そうだね、やっちゃえば5とかキングに変えれば、じゃあこの5を、あ、違う、ジャックか、ジャックにしちゃいましょうか。どれどうしよっか、何にするか、一応 ラッキーがいいか倍率がいいか、まあラッキーでいこうかな。ラッキーする、ラッキ ー、 じゃあ夢見るタイプです。左のカードを右変換する。 OK、 はい、はい、チョン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 で、勝ちか、まあ関係ないか、いけるよなこれ、多分勝ちだよね。マジシャンって何、ラッキー、ラッキー、もう10もラッキーにしちゃえば。ああいいね、ウルトララッキーデッキにしよう、うん、なんかタロット来た時にさ困るもんな。そう、使えないと、なんかだったらリロールしとく、2枚リロールぐらいだよ。高校ぐらいだよ。あ、違う違う、10じゃなくて5と4でしょ。いや、4は残しとくと惑星か。そうだね。まあ、ディスカード、まあ、勝てるんだったらね、勝てるよね。わかんねえんだよ、それが。でもさっきから9万とか出してるし。上のストレートが2個乗らないんだよ、絶対。乗らないのか。やめとくか。一回やってみる。一回、停止しようか。そうね、怖いね。これでも、絵札がいっぱいあるときは、フォトグラフのこれ関係ないか。こうやっても意味ないもんね。うん、その倍率、例えば10が倍率カードだったら、だから10ラッキーにしたから10を一番最初に置いとくといいかも、うん、はいはい、はい、一旦それで倍率プラス20の後に2倍が来る。なるほどなるほどなるほど、うん、でこれは発動すれば、ね、倍率プラス20よりも多分ジャックのが発動する可能性高いから、それを先に置いとくと倍率プラス4の後かける2なんじゃない、多分。こういうことか。そうね、その順番だと多分いい。いってみます、はい、発どうしない、どうせず4、2倍、あ、4の後2倍か、そう、ね、うん、そう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 、あ、これ並びも結構大事で、つえわ、つえわまだなんかセーフっつってました今ね、はい、あー、い、使わない、いらないやつね、売ります、いらないやつね、はい、売ります、こんなの頼んないです、売却、おー、バナナが、なんでそれ見た、バナナが破壊されちゃう、他にもっとあるだろバナナが破壊されちゃうと思って、グラスカードの破壊の確率が2倍になるかな。フェイスカードそれ 100% か、これおもろいね。まあ壊れちゃうの怖いかな、グラスカード、グラスカード2分 50% 破壊でも、ラッキーが、ラッキーが2 5分の2になるから 40% ぐらいでラッキーが発動するようになるよ。あ、まあでもそれぐらいか、じゃあいらなくね、もうジョーカーでしょそれ。そうなんだ、だからフォトグラフを撮んなきゃいけないんだよね。うん、いらないっす。はい、じゃあトランプをゲット。弱っ、弱いな、両方弱いな。9、4、4も9も少ない、少ない、クイーンが多め、4もらっとっかな。いいよ、6倍ね、こいつね。デッキ67枚か、多すぎるね確率が、多いね全部ね。13のパープルシール、パープルシールね、パープルシール、パープルは10だね、パープル欲しいんじゃないですか。パープル10パープルいきます、パープル、うん、じゃあ10パープル、10パープル、6.25倍ですか。リロール、ドン、いらない、いらない、リロール、リロール、ドン、はい、いらない、あ、出た、面白いよね、面白いんだけど別に今そんな、まあ、ストレートフラッシュになるぐらい、そっかそっか、ストレートフラッシュがあるか、かなりできやすくなるぐらいだけど、
今だってラン情報見てるとストレートとストレートフラッシュがどうだ、ストレートが120でストレートフラッシュが、まあ強い、さすがにストレートフラッシュ強いか、行くんだったらフォトグラフか、そうだね、行くならフォトグラフだね、行ってみるか、いいよせっかくだし、うん、マリ、まあ強いジョーカーではある、高いもんね、うん、行くぞ、 OK、 これからはじゃあストレートフラッシュも狙えていくと、そうだね、 OK、 だから色が同じだったらストレートフラッシュになる、4、5、7、8、9、まあ4捨てたいね、6狙いか、6狙い弱えけどな、まあしゃあないか、狙うか、狙いね、狙うか、弱いね、まあフルハウス、それか47フルハウスか、もうこんだけ枚数多いとさ怖いよな、47来るか、怖い、待って47フルハウスか、なんだっけ、6か、6も4枚か、まあ確率的にはフルハウスの方が高い、6枚中1枚くればいいのと4枚中1枚くればいいのだから、確率的にはね、じゃあフルハウスの方で行こうかな、怖いですけどね、まあまあどうせ来ない、まあまあ来る感じしないよね、うん、しない、行くわ、はい、まあそうだよな、7、8、9、2、3、4、5、6、また6は、6も来なかったもんね、そうだよね、いやフルハウスだな、オッケー、怖いよ、来ないね、あ、まあそうだよね、なかなかね、なかなかですね、なかなかだね、でも6も来なかったね、6も来てない、結局まあ同じことするしかないか、多すぎるんだよな、そうなんだよね、多すぎるんだよカードが、そうなんだよ、まあ、ただそのジョーカーしょうがないの、右のゆらゆらしてるあいつのために、クラゲみたいなジョーカーがよ、金が増えたな、今さらな、でも4、まあ、3カード、3カード来た、金増やして、ダイヤ変換すればなんとストレートフラッシュがいけるね、そうだね、フラッシュハウスか、7がいらなくて、うん、まあどうする、まあ4とこのクローバーをさっきからダイヤにしてるから、ん待てよ、ダイヤにするんで、ダイヤ変換でしょ、ダイヤ変換、ダイヤ変換だったらそれじゃあスラッシュ、あそっか、ごめん、なんでもない、はい、いいです、 OK かな、はい、忘れてた、新しいジョーカーのこと忘れてたわ、あそうそう、あフラこれこれそれね、あれ一番左ですか、はい、そうそうそう、これでフラッシュハウスになるはずだと、うん、で、はいはい、4はこうがいいかな、あ残しとくといいんだっけ、それを残しとこう、じゃあそれがそうだね、で倍率があるからそっちの方がいいんじゃないか、4置いた方がいいんじゃない、それ4置いて7下ろした方がいいんじゃない、あ7を、あそうか、そうそうそう、こうか、その方がいいんじゃない、これかで倍率の掛け算的にもまあ OK、 まあ行くでしょう、フラッシュハウスなら、はい、180だもんな、元が高いもんね、金20今得たね、うめえ、さあ、あギリギリ足りなかった、ギリいかない、あそう、ディスカードしてえけどできねえ、あディスカードないね、ね、もう何でもいいと思うけどなこれ、フラッシュになっちゃうんだな、そうなんだよ、これね封印してここまでやってきたから、じゃあフラッシュじゃないのにする、フラッシュは打ちたくないんだよ、キングジャック、ジャック一番上にするか、ジャック10はディスカードできないんだよな、うん、ジャック10終了時に手札にあればいいのか、え、あゴールドカードかそれ、オッケー、じゃあ8 8 6 6 2 6 2、これでフラッシュにならないよね、なんない、なんでもない、なんでもないよね、うん、ハイカードね、オッケー、うん、普通にクリア、はい、はい、オッケー、ナイス学生、おセレスだ、フラッシュハウス、セレスか、お金もすごい、80円91円、使用、はい、フラッシュハウス強化、さあ最後のここは7のボスか、うん、おおまあエースかな、エースだね、やっときましょうか、 あのジョーカーがあるんでね、 6.5 倍、
6のホイールとエースのホイールか。エースが4枚、エース4枚、6も4枚、6も4枚、8が5枚。まあどっちかもらっても良さそうですけど、エースホイールもらいます。はい、 6.75 倍。リロールしましょうか。リロールしましょう。それかなんかもう惑星リロールでもいい気がするけど、バウチャー買ってなんか上に惑星出てきた方が強くね。そうしましょうか。そんなことない。もうジョーカーいらなくない。もうジョーカーはそうだね。まあもう本当に強いジョーカーしかいらないじゃん。そうだな。本当に強いジョーカーはもうバナナを変えたいぐらいでしょ。それも買っちゃって、リロールいけー。いらねー、いらねーな、いらねー、いらないね。もう一リロール、はい、いらねー、いらねー。ハンドサイズプラス5、ラウンドごとに5つ減らす。ラウンドか。もうこれ最終アンティだったらね。うん、だからこれラスボスまでにいくつになっちゃうのこれ。だバナナをこれに変えると、うん、まあ ここから先ちょっと楽だよねって感じ。何回か、はいはいはい、で途中でまあなんか別のジョーカーに変えるか。あと4試合あるんだよね多分ね。そうだね。バナナ変えちゃおうかな。4試合だったらいいじゃない。15枚、まあ、いいでしょう。ハンドサイズは強いよ。もう楽だねこれ。あれ、うん、多分かなり楽だと思う。いきますよ。はい、で次13枚で戦えるってことか。さあリピートできない。ここはそうね、はい、辛いとこだから良かったかもしれないね。あ、だったらハンドサイズのジョーカー打っちゃえばよかった。あ、ハンドテイストだっけそれ。ハンドサイズのジョーカーだよ、左。そうだよね、そいつ左、その左。あ、本当だ、いらねえやん。こいついらなかったわ。ゴミじゃん。よく考えたらバナナの方が良かった。どれっかじゃん、どれっかじゃんこれ。これプラス5なのに。だって最終的にもこれより弱くなんないもんね。あ、本当にジャグラーマジでいらなかったね。まあまあしょうがない。あ、まあ、いいんじゃない、いいんじゃないって言うたら多くて、はい、あー多すぎー、多すぎー、すごいやこれ。5、6、7、8。あー、なのにストレート揃ってねえんだ。こんだけやって、これは、あ、フラッシュフルハウスすら無理か。じゃあディスカードしていきますか。8パープル落としたくて。そうだね、これ落としたいね。まあ左の方でかい方で狙うか。クイーンとジュープレバーみたいな。まあなんかちょっと両方狙える感じでいっていいんじゃない。8は落とさない方がいいんじゃない。5678か。うん、そう、5678もあるし、ジャックキングエースもあるから、なんかそのフルハウス、あ、まあフルハウスで狙ってくか。さすがに2枚交換弱いよな。5枚いきたいよな。じゃあキングエースステッチ。でもキングエース揃ってんだな。難しいね。どっちを狙おうかな。なんか全部中途半端に来ちゃったな。ね、そうなんだよ。5678だから9か4が来ればいいし、で上はここ2枚重なってクイーン来ればいいし、まあ、ジャックは1枚捨てていいと思う。はいはいはい。あ、まあそうね、うん、いいんじゃない。で3枚交換じゃな。どうします。じゃあ左にキングエースします。じゃあもう寄せちゃいましょうか。右で、はいはい、いきます。いきましょう。さすがにじゃない。あ、まあ2345677で一応揃って、デビルがゴールドカードで、ボーナスか、強行がプラスね。8は打つでしょ。8777もゴールドカードを打つ。877ゴールドカードでいいんじゃない。ああ、ラッキーか。6548が、あ、いいのか、これで。そう、あれか、フラッシュハウス、フラッシュハウス、ストレートフラッシュ、それトラッシュだ、うん、で倍率にしたいから、倍率ボーナスカードだよね。だから4と5だね。じゃあ OK。 これポーカーとしてはずるくない。これ最終試合でやりたかったね。最終試合でやりたかった。このこれもうポーカーじゃねえもん。だって4、5、6、7、8。 OK、 フラッシュ、ストレートフラッシュ、はい、 OK です。でストレートフラッシュはもう打てません。もうでもクリアか。ワンチャンクリア。全部発動するもんね、これ。うん、発動する。112。ああ、オッケーオッケー、クリア。つえ、じゃあこれ使っとけばよかった、ゴールドカード。ゴールドカードもそうだし、なんかいろいろやっとけばよかった ね、つえ、やっぱ手札。あ、まあ犯罪図4に下がったね。あ、犯罪カードだよそれ。これいらねえ。パウチは何だそれ。それは解読だね。これも解読。これディスカードかな。ああ、強いじゃん。強っ。
ありがてー。神神神浪費。オッケー、まあ、タロットゲット、まあ、これデビルも使っちゃってもいいな。それいらないかな。おお。それがなんかディスカードのやつ、それ消して、それ買ってみる。いらないもんね。うん、いいよ。お願い。強いの。フィボナッチか。まあ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 、まあ、悪かないかな。まあまあ、まあ、そうね。ちょっとがっかり寄りではあるけど。まあね。お、びっくりした。ええー。何これ。ブラックホールやん。すげえ。そんなのあんの。こんなのあるんだ。これだよな。一択だねこれね。あ、えぐ。強。レアなんだろうね、きっとね。ブラックホール。新しい星が。ちょっとテンション上がるね。うん、星か。まあ、星かはどうかあれですけど。はい。まあ、ワイルドも買っといてもいいかもね、うん。いいかもね。うん、いいんじゃない。だったらここいっぱいなってるから。いろいろはもういらないもんね。うん、はい。メガ天体。まあいいでしょう。ボスがベリーラージ、ブラ、ベリーラージって。まあ30万ね。いつも10万なのにね。まあ、でもしょうがない。行くしかないな。まあ、一旦ね、30万か。ディレクターズカットもないから、もうあれで頑張るしかないや。うわぁ。ちょっときついね。ベリーラージときましたか。3、4、5、6、90。まあ、ストレートフラッシュ。2、3、4、5、6。うん、一応ね。なんならクリアか、これ。5万は無理か。一回じゃあゴールドにしてみれば。そうしましょう、うん。手札、ゴールドは手札にあるといいんだよな。3とか。3をじゃあ、ゴールドカードにして、はい。ワイルドもどっかぶち込んじゃいましょうか。ああ、いい。けど、ワイルドは、次の方がいいか。ストレートフラッシュとか、作りやすいか、フラッシュハウスとか、うん、ちょっと狙うときがあるから。ワンチャン、あ、まあでも使っちゃっていいか、次どうせ買うか。うん、そうだな、買いそうだな。じゃあなんか、なんでもいいよ。もう。じゃあここら辺のやつ、勝手にしとくわ。2、3、4、5、6。うん、まあ順番通りに、あ、グラスだから、グラスだけ最後かな。オッケー、こうか。うん、はい。倍率。生き残ってくれよ。倍率。倍率8。お、フィボナッチが、フィボナッチが。フィボナッチが頑張ってる。あ、フィボナッチが。お、あれ？エクストララージもクリアできますか？あれ？強いか。ベリーラージも。掛け算って強いんだな。いや、ホログラム、ね、よくここまで育ったよ。ホログラム頑張ったな。アイカード、ストレートフラッシュ、購入&使用。増やせ、増やせ。いいカード。ダイヤの5。あ、ジャックがスチールのジャックいいかもね。あ、ジャック少ないっつってたのにとうとう6枚にまでなったな、ね、こいつ。お願いしまーす。来たよ。消すのなんだ。フィボナ、まあ、フィボナッチかな。フィボだね。スメアドジョーカーちょっと強いもんね。それか、別にクレイジー、クレイジーでもいいんだよね。確かにクレイジーするか。フィボナッチより弱いもんね。ここのカードが2枚来たらもうフィボナッチこれより上だから。あ、オッケーオッケー。じゃあクレイジーか。じゃあさすがにこんなレジェンドお願いします。またおめえかよ。帰ってきた。カイのしかいないの、レジェンドって。帰ってきたカイの。もういいんだけどな、お前。売りですねこいつね。はい。おー、そいつが強い。あ、ホイールジョーカーだ。3枚以上のフェイスカード。いやー、今さらお金って言われてもな。あー、左のジョーカー買って、あ、買ったことあんのか。よくわかんない。もう一リロール。はい。あ、これ強いね。絡んでるね、うちらね。うん。いいんじゃない？その上のやつ。さよなら。ゴミを。ゴミを売って。はい。チップが稼ぎやすくなりましたね、これね。いいんじゃないですか？まさかの、うん。カイの2連続か。アンティ最後だよこれ、よく考えたら。あ、違うか、うん、まだ次やって次がボスだね。まだ次ハンド10枚ですから、でここ楽ですよ。お、面白くないか。いや、まあ勝ちたいですからね結局は。うーん、でもここでもう全部お金使い切りちゃいたいよね。そう、お金使いたいよね。ちょっとハンドサイズがさらに下がっちゃうんだけど、6、7、8、9、10だね。6、7、
8、9、10。ストレートフラッシュではないけど、まあいいんじゃない。じゃあディスカードしてパープルシール探しとく。いや勝てないでしょこれ。勝てるかな。あ、勝てないか。ギリ勝てないんじゃない。確かに、うん、オッケー。じゃあやろう。そんないかないと思うんだけど。おお、あ、あ、結構危ない危ない。6、7、8。なんかまあエースと7残して探しに行こうか。うん、まあ手札にある場合は一応ギリギリこうかな。うん、すごい、そんなバラバラの絵柄で今フラッシュって出てびっくりした。うん、7はあってほしいんだよな。9と2も捨てちゃっていいんじゃないですか。まあいいでしょう。もう、うん、パープルシールが欲しい。あ、来てくれた。じゃあディスカードして、5も捨てちゃっていいよ。クイーン、クイーン捨てちゃっていいよ。で、どっちが捨てちゃっていいよ。オッケー。うい、スペード変換ね。来ないか。オッケー。じゃあ勝ちましょうか。7、7、7の1、1で。うん。いいでしょう。あ、よく考えた。ブルーシーラー取っとけばよかったな。まあいいか。あ、そうだね。手札の、うん、と残しとくと惑星か。強、ね、え。うん、強い。ハンドサイズが2プラス2。まあ、さっきのジャグラーより全然強いですからね。そう、ジャグラーの 1上ね。ただまあ次の次にジャグラーより弱くなる。そうだね、ゼロになるからね。いらないやつ。これかな、お願いします。じゃじゃん。お金、クラブ。それは手札に持っときたいね。ねえ、手札にあったら嬉しいんだけど。ワイルドかな。いらないけどワイルドかなって感じ。1ワイルド。はい、惑星レッツゴー。ブラックホール、カモン。ノーブラックホール。ストレートですかね。あ、いや、いけそうだな。全然お金使っちゃおうよ。うん、いいよ。プレイした反応がボスブラインド。へえ、はい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 。発動しないですかね。はい、じゃあ言うて。ダイヤ。ダイヤ。あ、でもこれダイヤだからさ、もちろん。そうだね、あれで。ハートを捨てれば、ハートをスコア捨てれば、うん、倍率がプラス4される。はずだと。で、今こんだけ赤に偏ってるから、もしかしたらフィボナッチより強いかもね、と。フィボナッチとどっちかだよね。1、2、3、5、8か。どっちがいいんだろうな。まあでもこれやったら黒の時弱いよね。まあ、いや、いいから、もっと強いやつがあるはずだ。あー、出た。強盗。ハンド3を得るか。うん、これ一回やってるよ、うちら。一回そうだね、やってるわ。カットく？フォーカード。もし出すときにね。まあ、いろいろしちゃうよ。うん、これがな。タロット作ってもな。フォーカードすごい強くなる、ね、ここに来てね。おー、倍率プラス28ね。使用されたタロットカード強いね。これフィボナッチよりは強いか。全然強いね。全然強いね。オッケー、じゃあプラス28しましょう。やっぱ累積なんだね。ぽいね。うん、あ、全然強いわ。え、そうだよね。28なら強いよ。オッケーオッケー。もう一回リロードしちゃ、もう最後だしな。はい、あ、出た。あ、ジャグラー帰ってきてくれた。あ、はい、僕だよ、使って。もう言うてこれもいらないんだな、ビジネスだもんな、もうな。うん、まあ、売る意味がないから買ってるだけなんだ。おもろいよね。おもろいね。まあ、パイツプラス13。手札のクイーン。プラス13。いや、腐るほどあるんだね。腐るほどある。で、その右が、まあ、強いチップなんだよね。チップを減らさないも多分いいんだよね。ハンドサイズはちょっときついから。ハンドサイズは欲しいね。まあ、ビジネスカードかな。いや、売ってもしょうがない。ネガティブか、そこそこ。ネガティブか。そう、しょうがないんだよ。ああ、じゃあいいかな、このままで。うん、いろいろ、もういいね。もういいね。OK。いきましょう。
デイリーラージブラインド。すごい心穏やかです。穏やかだね、うん。だってまだ手札9枚あるでしょ、うん、で、あんだけでしょ、全然やれるよ。あ、4カード。4カードだ。初っ端の4カードね。そうね。しかも、待てよ、ワールドを使えば、なんか、フラッシュ4カードみたいなのできるね。フラッシュ4カードだと？フラッシュはクソ強いな。フラッシュ4カードやってみるか。できるよね。だって、あれでしょ？ワールドってあれでしょ？クラブ変換でしょ？スペード変換でしょ？うん。しかも、純スペード変換できる。純。うん。まあ、他を色、別にいいんじゃない？変えなくてもいいもんな。こうだよな。せっかくだしな。4カードか。どうした？あ、そうそう、倍率上がったのか。びっくりした。あ、でも普通の4カードなんだ。何がいらないかな。ね。いいかなんか超えちゃう。で、順番が、グラスは最後と、まあ、あんま関係ないか。そうね。これでいいか。OK。はい。初めての4カード。ね。ああ。あ、強いや。まあ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 。あ、ストレートフラッシュ。ああ、来ましたか。うん。10、11、12、13、ああ、ああそうね、はい、これがストレートフラッシュ、ロイヤルフラッシュ、そう、ロイヤルストレートフラッシュ、ワイルドとワイルドだから ね、これね、はい、うわ気持ちいいね、どこが色揃ってんだって話ですよこれ。何にも揃ってない。ってないっはい、ストレートフラッシュっつって。何でもないですよこれ。スペードもクラブもハートもダイヤもあってフラッシュ直ってますからねこれね。うわすげえ余裕のクリアだったな。ね。あ、アンロックした。ファイブカードジョーカーのな今の。お、チェック柄の。な、気になる。まあ見てみるか。そうだね。じゃあメインメニュー戻って。はい。ででん。何が増えたかな？フラッシュ来た。いや、まさか俺できると思わなかった。で？逆に？逆にね。そうなんだ。あーおもろいね。そういうことね。嬉しいわ。プレイしなかったことによって使ってくれよと。じゃあいくらでもいいよっていう。嬉しい。2倍だよっつって。レアじゃん、しかも。ね、嬉しい。嬉しいねこれ。やろうな次フラッシュ構築。チェッカード強くね。デッキ26枚のスペルと26枚のハートがある状態で。え強くない？強いね。何よりも強くない？クラブとあれがないのか。クラブダイヤがなくてってことだよな、ね、フラッシュやり放題やね、うん、フラッシュデッキだよ。え、そのうちなんか52枚全部スペドンデッキと出んじゃね。ありえそうだね。で、その代わりあれからディスカードが少ないとかあんのかな。でも書いてなかったから書いてないんじゃない。ボスブラインドを回数無限無制限で許す。え、あ、今までのはリエクターズカードは1回だったね、はい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 、それが無制限になるんだ。ただの上位互換だね。ただ単純な、うん、ただの上位互換、うん、はい、ディレクターズカットの上位互換が来てくれました、はい、あ、素晴らしい。ということで、はい、次回また新しいデッキ見せれたらと思い、そうですね、見せれたらなと思います、はいはい、ご期待ください。では今日は終わりたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。